目的とは成し遂げようとすることから、行為の目指すところ、プラトンはイデア論を唱えた。これは観念や物質が合目的的に形成されるという考えを基礎にしていたという。アリストテレスは自然学において物事の原因について解説し、質量、行創、作用、目的の四種を挙げた。アリストテレスの自然学においては、 目的は四つの原因の一つである。自然学、第二巻第三章では次のように記述されている。物事の終わり、すなわち物事がそれのためにでもあるそれをも原因という。例えば散歩のそれは健康であるというのは人は何故に何のために散歩するのかとの問いに我々は健康のためにと答えるであろうが、この場合に我々は こう答えることによってその人の散歩する原因を挙げているものと考えているのだから。なおまたこれと同様のことは他のある運動においてその終わりに達するまでのあらゆる中間の物事についても、例えば痩せさせることや洗浄することや薬剤や医療器具など健康に達するまでの中間の物事についても言える。というのはこれらはべてその終わりのためにある物事だから。ただし、 これらのうちでも、そのある物事は行為であるが、他のある物事はそのための道具であるという差別がある。アリストテレスは、質量が行走を実現していく中で高まっていく。過程をもって、万物が一定の目的の実現のために存在する、という説を立てた。例えば、ポリス的生物にある目的は、ポリス内で飲み可能な良き生の実現とされた。アリストテレスの場合、 目的は個人の自己決定によるものではない。心的なものに預かることが自由意志を超えた必然の目的とされた。トマスにおいては神によって目的が与えられるという考えに至り、そこから神の存在を証明しようとする試みも出てきた。ライプニッツの予定調和説もこの系譜に属す。法学においてはルドルフ・フォン・イエーリングが目的は 個人的目的と社会の目的の2種類に分けられるとし、個人的目的は個人のエゴイズムで10交換を媒介にして経済生活や司法生活を生み出し、社会の目的は共同体を維持することであり、そのためには10交換と共に共生が必要であり、これが国家及び法を生み出すと考えた。この考えを基盤とした法学の傾向を目的法学という、 ドイツ語では、テリアロッチで、語源はギリシャ語で普遍的な終局、ゴール、完成などを意味する、テロステロスローギー。18世紀にドイツの哲学者、クリスティアン・ボルフが作ったとされる。自然の諸事物のうちに様々な意図があるとする観点を指す。その意図は、神の意図ともされ、プロテスタントとしてのボルフが目指した、キリスト教普遍神学の枠組みの中で論じられた。 目的論者にとっては、そのゴールが良いものだとされる。ゴールが到来するというだけの観念は、終末論である。目的論では展開は目的に即して、基礎づけられていると考えられる。個人や組織が、自己の目標を据えて行動するあり方は、目的思考だが、それだけではまだ目的論的姿勢とは呼べない。だが、目的思考であることは、 目的論の考えを妥当だと思っているから起こるので、その限りでは目的思考もまた目的論的だとも言える。カントにとって目的論に対するものは因果論機械論的なものだった。目的を彼はスベックと呼んでジールとはしていない。生物学においてはもともとは目的論的考えが主流であったが、ダーウィンの進化論はそうでなくなり時代が下って、 新世紀論や、死んマ丸ク説で、再び目的論的な説が登場した。なお、主にとっての自己保存という前期ものを目的として、想定するテレオノミートは、個体にとって前期ものが目的であるという点で、目的論点とは対立する。進化論では進化の軌跡によって、後から想定される目的しかないのに対し、目的論では展開の前から目的が定まっている、ものである。 工学における教育プログラムに関する検討委員会の文書では、工学を次のように定義している。工学とは、数学と自然科学を基礎とし、時には人文社会科学の知見を用いて、公共の安全、健康、福祉のために有用な事物や快適な環境を構築することを目的とする学問である。ウィーナーらのサイバネティックスでは、環境に事物が 最もよく適用する過程を目的的であるとした。目的は成し遂げようとする事柄で、目標の方は目的を達成するために設けた目当てのことである。例えば、目的を自分も他の人も共に幸福にする人生を私は全うするとしたとする。その目的を実現できる道筋についていろいろ調べて人に親切にして、それを記録すれば、G。 他もに幸福になれるということを知り、少なくとも一週間に一回は人に親切にして、それをノートに記録するとか、一日に一回、その日で会った人に親切にして、それを日記に書くという目当てを設定すれば、それが目標である。また、青年期の人で、これから自分の職業を決めて行こうとしている、時期の人などでは、目的を達成するのに適した職業についても、 考えることになるであろうが、自、他共に幸福にする人生を全うするという目的を持っている場合、例えばその目的を実現するために、6年以内に看護師になるという目当てを設ければ、この6年以内に看護師になるという目当てが目標である。また、6年以内に看護師になるという目標を分解して、2年後に看護師学校の試験に合格し、 入学するという目標や、3ヶ月後までにこのテキストの学習を終えるという目標や、毎日2ページかそれ以上学習するという目標、今日は時間があるので4ページ学習するなどという目標も設定できる。一般に、まずは良き目的を設定し、目的を達成した状態をただ漠然と夢見るだけでなく、 それを実現するためには、どのような道があるのか知恵を働かせ、その目的を達成するための道を具体的に思い描き、途中に目当てイコール目標、つまり達成できたかできなかったか自分で判定できるような形で表現したことを設け、それらの目標を達成すべく、日々やるべきことをコツコツとやってゆけば、やがては目的としていることを成し遂げることができるといったことが説明されている。 実用書などでは、しばしば大目標を中目標や小目標に分解し、さらに具体的な期限を含む目標を設定すると、目的を成し遂げやすくなるといったことが解説されている。良き目的を持っている場合は、一般に、たとえ何かのトラブルで、途中の目標がいくつか実現不可能な困難な事態になっても、諦めて放り出す必要はなく、知恵を働かせ、 同じ道筋でも目標の設定方法を変更したり、あるいは目的を成し遂げられる別の筋道を見つけて別の目標を設定すれば目的としていることを成し遂げることができる。目標はあまり硬直的に考える必要はなく、より重要なのは目的を成し遂げることなので、それのために目標についてはより柔軟に考えれば良いわけである。人生というのは 様々なことが起きるものなので、一般に当初の予定通りに途中の目標を達成して行けることは、むしろ稀である。目的を成し遂げた人を調べてみるとわかることであるが、大抵は途中で様々な困難に遭遇し、それでも諦めず、何度か目標を見直したり、再設定したりして、目標を一つ一つ達成するための行動を続け、その結果、目的を成し遂げている。 2016年2月、3月の新進医学ジャーナルオブバイビヘブユルメディシンの報告によると、より高い目的意識を持っている人も長生きする傾向がある。研究者は13万6000人以上を対象とした10の研究をレビューし、人生の目的と死亡、または心血管疾患のリスクとの関係を評価しました。参加者は平均年齢67歳で、 約7年間追跡された。まだ強い目的意識を持っていると報告した人の死亡リスクは約20%低かった。また、心臓発作や脳卒中のリスクも低くなった。研究者たちは目的意識がストレスをよりよく管理し、よりアクティブなライフスタイルを促進するのに役立つかもしれないと推測した。西田文夫は人生における目的の働きを辞書で、 次のように説明した。また西田は次のことも指摘した。ただし、人生の目的というのは、理屈でこね上げるようなものではなく、本当に心で感じなければならないものなので、良い人生の目的を持つためには、いくつかちょっとしたコツがある、と提案している。コツの一つは、死というタイムリミットをイメージすることである。人は皆死ぬのであるが、普段は、ついそれを忘れてしまっていたりし、 死を意識しないといつでもできるなどと考えてしまう。自分の死をありありとイメージし、タイムリミットを意識することは、人生の目的、目標をはっきりさせ、目標に至るまでのプロセスを明確化し、今なすべきことを明確化させる。今日本に生きている若者の中には、自分は生きるので、精一杯で死はイメージできないとか、 自分は元気で自分の死はどうもリアルに思えないなどと思えてしまう者も,もいるかもしれないがそういう場合はもしあなたの人生が明日終わるとしたら今日あなたは何をするかと問われたと想像すればよいちなみにスティーブ・ジョブズは次のように自問する習慣を持っていた人に親切にしてそれを記録し続けると人は幸福を感じる率がとても高いということは 実証的な研究で明らかになっている。ウィキペディアの幸福という記事では、新設介入法という節で解説されている。AAB 工事園第6版、目的世界の目的論的な存在の仕方。八大学工学部を中心とした工学における教育プログラムに関する検討工学における教育プログラムに関する検討委員会。1998年5月8日。 工事園第6版、目標ハットパブリッシング、ハーバードヘルス、ファインディングパーパスインライフ。ハーバードヘルス、2020年11月3日閲覧。ABCDEFGHIJKL 西田、文夫、人生の目的が見つかる魔法の杖、パンローリング株式会社、2014年。A シン BLLAK388BL4。キンドル版あり。第1章。 第2章、ありがとうございます。